実は東京電力は、東京電力の基準では電力です。という申し上げですね。もう万事はそうです。でそこで、ずっと追求して、いつ流したのか決めた、誰が権限があるか、保安人か、あるいは平大臣か、もう安さんかもいろいろ聞いている最中に、B の記者たちが立ち上がってずっと聞いているときに、突然ですね、後ろの方から、こういう声を聞いたんですね。お前たちの会見じゃねえんだよ。もういいよ、その質問は。でこれ言ったのは、読売新聞の記者です。で、その他にも、既存の大手メディアの記者たちは、それまで1ヶ月間、何一つ東京電力に厳しい質問をしなかったんです。で、今出てることは、もう150日経って出てきていることは、当初は全部フリーランスが聞いたこと、もしくは赤旗の記者、あるいは海外のアルジャジーラか CNN のブルームバーグの記者が聞いたこと以外は何一つ出てません。逆にその時にフリーランス、海外メディアが聞いたことを一個でも一秒でも報じてくれていれば、こんなことにならなかったのです。特にですね、線量高い地域のブックスポット、線量系が被爆者、つまり、作業員の被爆を生んでるんじゃないかと聞いた私、3月18日に、なんで分からないんだと言った東京電力は測る機会がありません。1ミリ、1シーベルト強になったら、超ってことになったら、超ってことは5もあるし、10もあるし、15もあるじゃないかと。で、聞いたのはもう、はるか5ヶ月前です。ところが、それが記事になるのは、まあ、ご存知のとおり、5ヶ月後。飯舘村のことも早々聞いてますが、19日に聞いてますが、それがやって避難するのは3ヶ月後で、まあ、とにかく、これは政府とかの問題があって、それをあえて報じないようにしているメディアが本当に問題だなと。でまた、その中で驚くのは、田中さんという議員の方が、勝又会長ですね、3月11日に対応を遅れたと、一体どこに行ったんだということを聞いたのです。会見で。すると勝又さんは、中国旅行に行ったんですね。別にそれは、地震災害が起こるのは予想できませんからいいと思うんですが、問題は行ってたことじゃなくて行ってた人たちなんです。それがマスコミ、つまり皆さんが見ているテレビ新聞の OB や幹部、解説とか、論説とか、テレビに出てきて、立派なことをおっしゃっている、解説とかコメンテーターとかですね、その人たちと中国旅行に1週間行っていて、そして帰ってくるまで対応が遅れているというのが一つあります。で、驚いたことにその旅行も、一緒に行っただけではなくて、ほとんど東京電力持ちです。つまり、接待旅行というやつですね。で、後で調べて分かったんですが、1人5万円参加費用、行きも帰りもビジネスクラス、泊まるホテルは、まあ、三つ星以上、なんとかなんとか大飯店という大きいホテル、食事も一流の食事場所、中には、女性の接待も受けて、さらにはゴルフまでやっているというですね、羨ましい人も、羨ましくないですか、羨ましいですね、羨ましい方もいらっしゃる。私には残念ながら全然声をかかりませんでしたけど、その中で、5万円で行ける値段じゃないということをフリーランスを含めて先ほどに追求したわけです。そしたらどうなったかというと、いきなり今度は右端の方から、もういいよその質問、お前たちうるさいんだよという声が怒鳴り声で聞こえるんです。振り返ると日本経済新聞の記者です。でこれが実は得意なことじゃなくて、実は皆さんが知らない間にこんなことがずっと起こったんです。つまり本当のことを言おうとすると怒鳴られて終わり、そして先ほど言ったように、私の既存メディアに出ている人間は次から次へと番組を起こされてしまうわけですね。非常に好ましい事態に、好ましくないか、それだけゴルフをかけたんですけど、そういう形でどんどん起こされるわけですね。で、ところが海外メディアはそれを先ほど言ったように異常な事態だということで、3月にはニューヨーカー、そして4月にはアルジャジーラ、CNN、BBC、中国の新聞もそうですが、それぞれのスピードを動かすということで、全部私に出て、テレビも、いろんな形で海外メディアにはたくさん出ることになったんです。ところが、日本のメディアには、新聞、テレビは一文字も使わない。で、その間、自由報道協会は週3回のペースで、いろんな方をお呼びしてですね、原発の関係に記者会見を開くんですが、
その時も大体私が司会しているとですね、例えば孫正義さんの体験、堀江さんの体験、小沢一郎さんの体験とか、まあ、いろんな人の体験を、取材するわけです。企業メディアの会見には一切みんな断っているのでないんです。これはもしかしてテレビでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、テレビの記者はそういう時だけは来るわけです。そして映像だけ使って、私のフォローアップにカットする、きれいに、もう本当に高度なテクニックを使って見事に入らないんですけどですね。もう一つは TBS のですね、名前言っちゃいました、後ろに人工農業界というパネルがあるんです。それにモザイクをかけちゃうんです。そうすると一般の人は、あ、なんかの会見だけどって気にしませんから。ところがそれは実は、原発村とは違うところに住んでいる方の会見をできるのも自分たちと関係したようにやって、そして都合のいいところだけつまんで、そんなに原発には反対してませんよというところで使うんですね。まあ、でもそれが実は正当なんですけど、皆さんそれここまで話すと大体ちょっと嘘つきじゃないかと思われます。私も喋っててそう思ってくるぐらいですから、本当に何が起こっているか。映画を見ててよく LA 関係者とかそういうのもありますけど、まあ、本当に王様裸ですと、腐敗した集団の中で王様裸ですと言った当時はですね、その映画は刑事が結局、まあ、のけ者にされて最後殺されてしまうという映画ですが、別に正しいことを言っても全員で嘘をついていれば嘘が分かり取ってしまうんですね。でまさかこの先進国の日本でそんなこと起こらないだろうと思っていたら、まさか自分がその中心の一部になるとは思いませんので、言えば言うほどどん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 、国会内で取材しても喋りかけてくれる人がいなくなったり、例えばですね、もう一人知り合いの記者が、まあ、国会の廊下から集まってですね、で近づいていって、無邪気な顔をしながらですね、自分ですけど、いやという感じで手を挙げると、みんな急になんかいきなりパッと僕の姿が見えた瞬間に、もしかして全員がですね、大体全員一斉に携帯電話をかけてるんですよ。すごいですね。あとは突然見えなかったり、上向いたりするんですけど、で、カーブ回って、なんだろう、高まぜになっちゃったな、気が小さいのに、かわいそうな私だと思いながらですね、で曲がると、今度また携帯電話を私になるんですね。で、待って取ると、小さい声で、ごめん、さっきだ、周りだからさ。つまり私と話をするとですね、今、社内に干されてしまうという、干されるのだったらいいんですけど、部署から外されてしまうというですね、本当になんか中国だったらまだましですけど、北朝鮮ぐらいの良い情報統制国家になってしまったので、そのメディアがやっているというのはすごい状況なんです。で、そういう意味では、まあ、ひどい状況でメディアがそうなっているだけだったらいいんですが、それがなんでまずいかというと、これはですね、本当のことを言わない、政府が言わないのは当然ですね、どの国でも個々の東大、政府は自己防衛と言っていますから、またですね、企業、今回は現時点で電力会社、東京電力も、やはり自分の会社を守るために、やっぱ嘘をつくんです。これは日本の東京電力だけじゃなくて、まあ、世界中大体そうですね、そんな健全な企業というのはさほど多くありませんから。で、そういう意味では、これは当然なんです。問題はメディアなんですね。そういう時に世界中で何が違うかというと、メディアの記者たちが、損しても、スポンサーを下ろされても、何が起こっても事実を報道しようとするんです。中には逮捕されて、ロシアの記者のように年間100人ぐらい殺されたり、北朝鮮や中国の記者のように拘束されて何十年間も刑務所に入る記者もいますが、それでも、いや、事実を、報道しようとする意思があるんですね。ところが日本だけは、不思議なことに、もう事実は分かっているわけです。電磁連から年間800億円ぐらい、広告費が入っていますが、2位のパナソニックは700億円、3位がトヨタ、まあ、この並びだけでも相当な、広告料というのが分かると思いますが、電磁連はさらにですね、プラス800億円の接待費があるそうです。で、しかも電力会社、電磁連は10社、これは日本、関東電から関連を調べるこの10社なんですが、不思議なことにパナソニックとかでトヨタと違って、ライバル会社はありません。ライバル会社はないのに、空気をこれだけ使うということは、ご存知のように、まあ、公然とした巨大な賄賂ですね。これは